ワー復帰を目指す J2 のジビロ磐田は、成績不振のためシャムスカ監督を今日解任しました。後任にはジビロの黄金期を支えた元日本代表の七海博史氏が就任することが決まりました。今シーズンから J2 に降格したジビロ磐田は、ブラジル人で J リーグでの指導経験があるシャムスカ監督を招き、 J1 復帰に向けてチームの再建を図ってきました。しかしリーグ戦ではここまで33試合を終えて3位と伸び悩み、 J1 自動昇格圏内となる2位と勝ち点で8ポイントの差がつき、厳しい状況が続いていることから、クラブは今日シャムスカ監督を解任しました。今日午前、ヤマハスタジアムを訪れたシャムスカ監督は、報道陣の質問には答えず、その場を後にしました。後任には、ジビロ磐田の黄金期を支えた選手で、元日本代表の七海博史氏の就任が決まりました。ジビロは明日会見を開き、七海氏の監督就任を発表し、新監督は午後のトレーニングから指揮を取る予定です。